ね、落葉高瀬さんが歌った。あ、お願いします。絞ったばかりの方夕日の赤だ。高瀬さんと坂崎さんは実に声が似ていらっしゃるところがあってですね。声似てますね。似ていて、ちょっと神田川をさ、神田川は意外と特徴が難しい。やってみてください。行きましょう。あなたはもう忘れたかしら。はい、坂崎。赤い手ぬぐいマフラーにして。はい、高瀬。二人でいた横丁の風呂屋。はい、坂崎。今日は風呂屋の定休日。重いんだよ。落ち着けてますね。定休日か。落ち着いた。すみません。君らなんか組んでってるか。さあ、今日はですね、ただこうやって笑ってるだけじゃ話にならないんで、君たちの耳を鍛える。耳、耳。これから二人がですね、ある曲を歌いますが、どっちが歌ってるか当てる。わかりました。はい、後ろ向いてください。向こう向いてください。なるほど。はい、じゃあ行きますよ、お二人。はい。はい。わからん。なのが、高瀬さん。いや、高瀬さん。いや、俺逆やと思ったけどな。坂崎さん。正解ありますね。その先はどうでしょう、先。昨日歩いてて犬におしっこをかけられました。はい、次の人。ガムを噛んでも舌を噛んでしまうし。うわ、わからんで、おい。チャンが閉まらずおろおろしたことも。お前ら二人で。それはわからんだろ、二人で歌ったら。坂崎真似してさ、いきなり上キューっていくやつ。あ、ね、ちょっと何かやってくる。昨日手紙がついたのあなたの血を告げた。キュン。手紙が。本物はどうなんだよ、本物は。これはどう。俺こっちにしか聞いてないから、本物聞かせてくれよ、ちょっとね。やだよ。やだよって何よ。やだやだやだ、帰れ帰れ。非常に不愉快だ。バカ者。みんなバカだ。歌の詩にこう入り込んでしまうんで、こう歌ってるうちに詩に入り込んでしまって歌うのが惜しくなるわけ。それでついセリフにしてみたくなるわけ。芝居がかっちゃう。芝居がかっちゃう。歌ってるのがなんて言うんだろうな、嫌になるんだろうな、感情がこう入りすぎて。それをちょっと。絞ったばかりの夕日の赤がついてる。いるよな。いる。たまに本気の人ね、そうそう、言葉にしてしまうんです。そうそうそう。それで今度はね、キーを間違えて自分のキーを知らない。自分のキーを知らないで、僕は多分いいかななんか言っていいで始まって、ちょっと高すぎたってことに途中で気がつく。これよくあると思うんですよ。カラオケとかである、うん。ちょっと高すぎて、カラオケだと回転を落としてなんかキー変えれるけど、これ生バンドバンドの場合無理だから、そのキーで出ちゃった以上もうしょうがないっていうんで、そのキーを元に戻すためにどうするかっていうのが坂崎、こういうのうまい。G マイナーぐらいでちゃいます。絞った中にも。ここは気持ちいい。このぐらい。夕日の赤が。いいね。水平線声が出てる。から漏れている。さあ、できます。土産にもらった。手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでいいね。いるよね。坂崎うまいよ、ね、なんか俺できねえな。できない。毎週俺すっごいお前に会うの楽しみだ。いやいや、もう限界ですよ、もうネタないですよ。今の面白いよ。面白いよね。あと高いところずっと頭の中で飲み込んじゃうってのもいいな。声になってないの。頭の中でずっと歌っちゃってる。どうしても吉田拓郎の歌を歌えない人っていうのを。でも難しくってまいりました、本当に。ね、難しい。どうしても歌えない。難しい。頼むさん。全てを僕も飲まない。君の全てを僕も飲むものに。君の全てを僕も飲む。
君のすべてを僕のものも僕のものにしたくて君のすべてを僕のも君のすべてを僕ものもいますよね。練習してる時にはできてる。練習はね、君のすべ僕の自由にしたくて君のすべてを僕の自由にしたくて、うん、大丈夫だな、うん、君のすべてを僕ものもダメだ。どうしてもねテンポでいけない。貯めるやつ。え、あ、例えば森進一の。森進一さんもそうですね、うん、演歌系の方多いですね。多いですね。これ吉田拓郎の歌で貯めるやつってのは、ね、はい、ね、あの旅の宿で貯めるやつ、はい、浴衣の君はすすきのかんざし、あちゃんとくるくるに、つまんでやつみだと。もうよく聞けるな。もういっぱいいかがなんて妙に。まだ色っぽい。それは。貯めてんじゃなくてずれてる。いやでも自分の中では貯めてるんです。不思議だよね。コードはもう先行ってんだけど。坂崎なんでそうやってこっちちゃんと弾けんの。いや練習したんだ。練習したんだ。坂崎何やってる人なんだよお前は。あれ練習しないとやっぱ難しいですよ。そうですか。それ貯めるの面白いな。貯めるの。それで今年もですねこんな感じで。どんな感じだよいつも。あ、よしじゃあ一個だけ約束しとこう。3月に必ず打倒3フィンガーを、はい、じゃあ3月まででいいんですね、ネタは。そういうことだね。